動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。なんか知らんけど、カリンカのやつ、カナリアになってから、あっち行けっと言わんばかりに、ネッシーをやたらとつきまくってたな。そんな2022年のステージ11を振り返ってみるぜ。カリンカがカナリアになったということで、どういう経緯があってそうなったのかを取り上げてみたぜ。しっかしよう、カリンカのやつ、春日の会場をカリンカルートに移籍させようと企んでたりと、とんでもねえことをしでかしたんだな。こんなありさまだと、カナリアになっちまっても、擁護するようなバトラーは出てこねえだろ。そういえば、スターアットのじっちゃんが、カリンカ VS マドラスを取り上げてはどうだって提案してたな。まあちょうどいい機会だ。2022年の赤田丸のラストとして、もってこいの題材じゃないか。最近、オールツ陣営という表現が出てきてるじゃないか。カリンカ VS マドラスとどう関係するんだろうかな。ヒイラギショックが、オールツがカラーズに負けた事件という以上、この前の収録ともども、いろいろと伏線を集めないとな。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。2022年最後の赤田丸か、ちょうどカリンカ VS マドラスで締める絶好の機会やな。まあカリンカがカナリアになったちゅうことで、マドラス陣営の勝利で決着がついたわけやけど、ヒイラギショックみたいなんを起こしてまで蹴りをつけるほどでもあらへん話やで。それにヒイラギショックの件は、月級でも過去の収録で取り上げたくらい大きな影響があったわけでね。そのアーカイブをもとにヒイラギショックの真実をまとめておいた。あれこれごちゃごちゃと言い合ってたようだけど、ノーマルアットと日本エリアのメイソン、スターアットのドエスブリ、赤田組と多くのアニメキャラの対立の増加、そういうことでオールツはカラーズ陣営四つ会に敗北していったのだ。おっと、アツト創始者、今回はこの赤田丸に登板してきたか。冒頭のごちゃごちゃというのは奴らの圧迫なんで特に気にするこっちゃない。それよりもオールツが四つ会に敗北したのはレガールにおいてあまりにも致命的すぎた。肝心のカリンカ VS マドラスの方はどうなった？ヒイラギショックとどういう形で結びつくのだ？古い仕切り中高団が鍵を握るはず。カラーズ陣営の代表でもあるんだし、そこを軸に見たらわかるはず。そもそもカリンカ VS マドラスを取り上げる上で外されへんやつがあるんやけど、こいつを説明するんがとんでもないくらい難しいんや。実態として出てこん代物やしな。少なくとも天気予報で出てくる降水確率がキーワードやな。雨の日に出てくるパーセンテージ、カリンカが優勝でしょ、マドラスが優勝でしょというパーセンテージが大変だ。大抵のバトラーはそれぞれオンルー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 ってオンドルやろう。シシ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 、なんでこのような図式が出来上がったでやんすか。
コロンの涙、カリンカがスペイトスに敗れてインブイになった際にインブイの力をかき消す重要アイテムさ。カリンカの亡霊はジャレイでインブイとしてレガールに影響を与えていったのだ。ただただ亡霊になるだけではなく、インブイとして彷徨うケースもあったのが厄介だった。今でこそカリンカ VS マドラスはインブイとなったカリンカと、それを食い止めるマドラスという図式だが、マドラス陣営がインブイを止める際に活用しておったのがコロンの涙だった。だがしかし、何か異変が起きたか。もっともコロンの涙はこちら側の持ち物ではないから、インブイが登場した時の対処に制限があったがな。そう、コロンの涙はこちら側の持ち物ではないことから、流通に型があることに加え、すでに音の木の涙が流通しており、しかもこちら側で生み出せる上位互換ユニバースやパルナスアースにも音の木の涙が適用されており、インブイのみならず数多くの V ランたちにもこれでもかというレベルで刺さりまくるのだ。特に瞳孔に対して刺さるのは音の木の涙が適用されたものだけ。なお、カリンカ VS マドラスはカリンカがスペイトスになる前から存在しており、スペイトスの撃退に対する競合だった。アツト創始者、これで合ってるだろうか。確かにそうだ、カリンカがスペイトスに敗れて異変が起きたわけだ。以降もカリンカ VS マドラスをめぐって数多くの出来事が起きたものだ。さっきの40、50と50、40の下りも数字だけじゃなくて当事者の仕草などあらゆる面で対照的だったはず。40、50の時のコロンは悪魔的で、イジャ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 中笑い声も印象に残るもんやった。インブイの元ネタとしてな。逆に50、40の時のコロンは天使的に涙を流しており、泣いたコロンちゃんの王国中名前で今の大原エリアの土台を作り上げよったわ。泣いたコロンちゃんの王国改め大原エリアがマドラス陣営の総本山と言っても過言じゃないね。今やと大原エリアに夢の国があるわけで、より総本山として磨きがかかっとるね。一方でヒーラリショックとかもそうやねんけど、カリンカ VS マドラスの変顔があまりにも大きいが引っかかる穴。古い式理中高弾との絡みもヒーラリショックの付箋になったりするんだろうしな。少なくともカリンカ VS マドラス自体がヒーラギショックの付箋の一つになるのは間違いない。どこでヒーラギショックのきっかけが出来上がっていったのかが、でカリンカ VS マドラスにおいてカリンカの尻尾を掴むことが出題そうだ。インブイがおった以上亡霊になったからといって責任逃れができないぞ。カリンカ、なぜカナリアになったのか考えてもらおうではないか。復活した際に七波遊裁判を再び実施するために。2002年にカリンカがスペイトスに敗れて亡霊とインブイになったとあるけど、見たところだと精霊とジャレイの両方に分かれていったのはどのバトラーも予測できるんじゃないか。精霊の方は幸子と会ったことがあるかどうか、ジャレイがインブイとして暴れていったのが圧倒的に目立ったわけで、2003年にインブイとの戦いを繰り広げているというより、花園の元スタジオの時代ではヒーラギショックの付箋を知る由もなかった。少なくとも意識リスタジオに移転してからヒーラギショックの付箋を回収することになるな。残酷な現実を言うなら、意識リスタジオへの移転そのものがヒーラギショックの付箋中でも過言やあらへんわな。実際影島山でスペイトスの遺跡に触れたアネモネが遭難団となって春日の会場に接近していったわけで、そのタイミングが意識リスタジオに移転する頃やったんやな。あの遺跡自体がずっと前からあったことはあまりリスの雫として月中の収録で取り上げたばかりで、その遭難団が本格的に接近したんが2006年のことやな。今思うたけど、ヒイラギショックって片っ端から音の木を入れまくったら片付く問題やったんやろうかな。なんかそんな感じがするな。それくらい音の木自体がオールツ陣営ディープだしな。2006年は遭難団が上陸したばっかやから、双方で遭難団がアプローチしてたけど、2007年のカリンカ VS マドラスで異変が起きよった。マドラス陣営がカリンカ陣営に敗北しよった。これによって前住と遭難団を古い式理中高団に奪われたんやな。スタートの兄貴
に言うなら、俺らズンガリファンは古い仕切り中高団にスパイとして潜入していった。保守的すぎてオールツ陣営の舞台から見たら明らかに垢抜けないもんだったぜ。まあ衣装を見たら一目瞭然だったがな。ああケンジ、そのことやけどマドラス陣営は遭難団の受け入れを辞退したんやわ。過去の収録でも言及した通りやわ。まあ2007年も勝ってたら遭難団も前住みともどもこちら側に連れて帰ってったんやろうけどな。音の木の涙なら連れて帰った後にテレイを出払えたんやろうけど、ゴロンの涙でそこまで対処できたどうかは怪しいところやな。まあ EV に対応するのにあいつらの対処ができしんかったら全く話にならへんしな。シナリオも成り立たへんし、それに2007年にマドラス陣営が敗北した原因やけど、一つは AC の弱体化があったわ。2007年度の AC 中たら一つを除いて黒バックがなく関西エリアやと見られへんかった。オールツの強さは AC や陸中側面もあったわけで、時代が進むにつれてどんどん弱体化してったわ。あとはオールツ陣営ディープのサステナ車両が実質的に音の木まで待たなかんかったのも逆風やったわ。それでか、2007年度で敗北した原因は AC が弱体化してサステナ車両にも恵まれず、音の木が来るまでオールツにとってはまさに暗黒時代と言っても過言ではなかろう。本人たちもその事実が知られたらまずいってことか。もっとも両方ともカナリアになったらバトルが成立しないから誰も得しねえんだけどな。さすがにですよ、さすがにそのバトルの当事者で明らかにカナリアになるようなサボタージュをやって、危うく危機的界隈誰があるから追放されるところやったわ。四つ界にとどめを刺される形でオールツはカラーズに敗北してったわけやしな。にしてもこれでもかっちゅうくらいに萌え文化がオールツ陣営に刺さらへんかったわな。疑念があっておらんかったのやが、皮肉にもカラーズに敗北する原因となっておった。萌え文化に負けるということはそれくらい日本エリアの活力がなくなったわけか。京都の花札屋もあの当時は苦戦期にやったしな。当時の現役の末置きも2008年後半から不況やったし、今でこそユニバースやらパルナスアースやらでヒーラにショックで戦ってた相手を返り討ちにできるけど、当時は赤田組も京都の花札屋もそこまで存在感が大きくあらへんかったんやな。京都の花札屋が勢いを持ってたのは2007年のわずか1年ほどだったらしいしな。それでカリンカ VS マドラスがカリンカちゃんがカナリアになった原因に直結する要素はどこってなるんだけど、その直接的な原因と伏線がインブイやな。イジャ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 中笑い声は今の世代やとカナリアとなる原因と伏線となっており、泣いたコロンちゃんの王国も同じくしてカリンカがカナリアになる原因と伏線で、こちらはインブイでの悪さの残業を意味しとるんやろうけど、いかんせんインブイの存在があまりにも目立ちすぎるもんやから、あの王国の存在がもはや意味を持たせんかったわ。インブイを生み出したというのがカリンカ VS マドラスがカリンカともがカナリアになった元凶と思われておるのか。そういえばヒイラギショック以降はオールツを倒したらそれで十分って思ってたのか。インブイなどがしばらくの間は見かけなかったな。せやけど最近になってまたインブイを見かけたから成仏したわけやあらへんかったわ。せやけど最近になってまたインブイを見かけたから成仏したわけやあらへんかったわ。カリンカ VS マドラス自体ヒイラギショック以降は実行されることがなくなったことからインブイの存在が忘れられていった中、それだけのことなんが実情やったみたいやな。私は月中の収録に来るまでに EV を見たことがあったよ。なんか俺も見たような記憶があったぜ。確かコンサートバッジの破断事件の頃だっけな。カリンカ VS マドラス、やっぱ EV を生み出してしまったのが致命的だったな。まあカリンカがカナリアになった以上マドラス陣営の勝利で幕を下ろしたわけだけど、これからはカナリアになったカリンカがどうしたら元の姿に戻るのかを考えないとな。それで兄貴、2023年の赤田丸はシュガーミントとかカギッコとかと直接対決するつもりか。それも考えたけど栄養の兄の抹消が控えてるしな。来年の赤田丸何を控えてるのかな。やっぱシュガーミントとの直接対決かな。少なくとも今年と内容が大きく変わるのは間違いないね。どう変わるのかが気になっちゃうかな。
と、ヒイラギショックより前の世代は、今の世代に対する伏線が数多く散らばってるな。まあ、カリン化がカナリアになること自体がイレギュラーだがな。音の木とか鍵っ子が、そのような二の前にならないかが問題だな。サステナ車両の取り扱いについても、一層注意しないといけないな。